知ってる。豆しばねー、知ってる。顔、食えたわ。立ちばねーな。一体何を知ってやがるってんだ。ボーナスステージ。あ、スパ通過よ。オーマイゴッド。あいつら素手でセルシを壊すんだからすげえよな。俺、ヘイシリ、シリ。オーケー、グーグル。わろた、仲良しか。何が何やら、永遠のライバルやからな。ご主人が大事そうに持ち帰るので今日も張り切って出してやる。じゃん、頑張れー。持ち帰る意味が、ワンちゃんからするとそう見えるのかもね。店員、ラストオーダーです。ご注文はありますか？客。スマイル、テイクアウトで、店員、いいでしょう。マジか、まだいいね。新手のナンパ。物は試しで行ってみよう。ご主人、給油だ、早くしろ。顔、最高じゃん。しばし待たれよ。真ん中目がちば知ってる。カフェオレ。好き、オレって。恋はなんか濃い。ちょっと飲みたくないかも。罠から助けてくれたお礼にと、毎朝そっと、洗ったせんべいを置きに来る。やん、かわいい。ぬめぬめしてそう。その気持ちが嬉しいよね。孫が落書きした1年後のおじいちゃんの絵が墓石だった。あかん、ひでえな。報いゆえの残酷さ。溺愛してたら立ち直れないだろうな。動かない天ピーポチ。わろた、かわいいな。なぜ動かないんだ。天ピー動きまくるもんな。猫カフェ30日連続勤務。あ、ブラックだ。ちゃんと寝てるか？おい、休ませてやれよ。炒められてる気がせず、フライパンに耳を澄ましたらどうやら火がついていないことに気づき始めたパプリカたち。は？なにこれ？サラダにしよう。もうすでに炒め終わってる。あなたの目は、こっそりと私の心を盗む。泥棒、泥棒、泥棒。ところで、お洗濯するならモリエール。うまい、なんか惜しい。漂白剤プラスイン。これはちょっと予想外だった。彼のブログにあったこれから徒歩で世界一周の旅に出ます。肉製の匂いしか感じられない。はは、ズルしてる。いきなりかよ。まあチャリでも十分すごいけど。生きたまま腸まで届く乳酸菌写真はイメージです。わろた、ゾワゾワ。破裂してないか？なんだか気持ち悪くなってきた。右です、下です、斜め右下です。やば、強くすげー。マサイ族なのか？いやいや、見えたとしても聞こえないだろう。会場に一つしかないトイレの行列がいよいよやばい。わろた、やばそうだ。真ん中エヴァちゃん。左から2番目、すでに放ってる。絶対嫌 20%、 どちらかといえば嫌 70%、 わからない 8%、 いい 2%。 エンダー。うまい、好きだわ。絶対嫌。なんでどちらかといえばの方が多いんだ。母さんまで、なんでこんなことに。わろた、磯の家か。犯人は誰だ？磯の船移民ってか。少し頑固だったけど父は優しい人でした。そんな父がどうして。それ顔にかける布ですよ。おい、鼻噛むなや。ありそうだけども。鼻噛んだ後乗せるつもり。レモン丸ごとか。それもうただのレモンじゃないか。わろた、その通りだ。何も足さない、何も引かない。あの日のクルーシミーさえ。2013年流行語大賞候補作、林修、いつやるか、今でしょ、滝川クリステル、おもてなし。矢口真理、どこでやるか、今でしょ、ミノモンタ、音がめなし。うまい、脱帽だわ。ピタッとハマった。クオリティ高すぎてわろた。倒すどころか触れることすらできん、能力者か、我が名はアラウンド30、触れれば声高に結婚を要求するわ。受ける、理不尽だ。すげえ能力だ。誰かもらってあげて。ふむふむ。忍たま乱太郎にいたあの犬が海外留学によって大きな変化を遂げた。おお、かっけえ。ヘムヘムか。ツッコミどころ満載だな。ああ、なんだよババア、今早朝が事故ってやべえんだよ。明日の雑煮に入れる餅の数 ?4 個で。わろた、多いな。よく食べるんだね。本当はいい子、真面目か。サンリオからの仕事帰り。あ、すれてるな。めっちゃ疲れとる。とにかくブラックなんだね。外
外国人 OK 年収記にしないにチェックしたせいで、マッチングアプリがこいつしか紹介してくれない。わろた。パスでお願いします。愛があれば気にならないて。15点差がついてから監督がスマイルスマイルしか言わない。あ、諦めたな。そうだスマイルスマイル。諦めたらそこで試合終了ですよ。山菜取りで巨大ゼンマイが取れたので記念撮影。わろた、これは取るわ。めっちゃ毒ありそう。炭素インスタ映えってやつか。角度を求めなさいの問題に上手に落書きした。うまい、見とれるわ。なんて暇人なんだ。キャンバラ始めてるし。孫にお年玉を渡すときは、ポチ袋は有料になりますと言ってから渡しましょう。わろた、ナイスだわ。これいいねー。じゃあ中身だけもらいます。最初は小石投げられて我慢してたけど飽きた頃にバイバイトリケラトプスとか言ったからもう勘弁ならねえ。優しい、わろたは。我慢してくれたんだ。まあ許してくれるんだろうな。不審者が俺の家付近に？特徴は？はい、男性で髪が薄くて水玉柄のパジャマです。了解、クソっとこだ。お前だ、いいパジャマ。めっちゃ可愛いじゃん。それなのに不審者だなんて。母さんならここにいるじゃないか。怖、切ない。泣けてきたぞ。これが憎めない顔してんだよな。いたずらをしてもこのポーズでシラを切ると許されることを学習した。許す、確信犯。これは負けたわ。猫には必須のスキルだからね。ほわー、じっと見ててください。徐々にではありますが、正常期に変化が現れます。アホか、ウケるわ。すごいぞ。それ正常期ちゃう、生殖期や。高圧洗浄機、ゴールデンウィークで自家用車は大活躍。群馬帰り。あ、仕方ないよ。もう十分堪能した。綺麗に真っ二つになっとる。バスに老人がたくさん乗ってきたので場所を開けてあげて徒歩で帰宅。優しい、かっけえな。惚れてまうやろう。バスにバッと乗っていくなよ。暇。やん、今日は。ドストレートだ。暇な時こんな目してるわ。これがインスタグラムの闇。だな、なんかわかる。やってんだろうな。この後スタッフが美味しくいただきました。客が残したハンバーグ。やだ、いらね。捨てちまえよ。新大久保では常識である。ママレモンを挑発する。フライパンの黒焦げ。わろた、これはいいね。 CM に使えそうだ。頑張って頑張って。名セリフに一言足して怠け者にしてください。諦めたらそこで試合終了ですよ。うまい、天才かよ。シンプルである。破壊力はパネーな。あと1球で優勝の時のベンチ。わろた、そわそわ。なんかわかる。フライングするやついるよね。ロス帰りの宮川大輔。似てる？なんかムカつく。そう見えてきてしまった。何が彼を変えてしまったんだろう。桃色グローバル Z。お、グローバルやな。ピンクに一票。6人足して Z カップてか。ここへだけ。優しい、顔やめー。よく見えたな。妖怪トリートメントセラー。主人や子供のいない昼間をうまく活用できる働き方があります。笑顔など一日でなくなります。辛いわ、うまいわ。何があったんや。朝とか一人で回してるからな。初めて3桁の足し算に挑戦したが、あまりにも膨大な数字に彼の意識は銀河へ飛んだ。なるなる、帰ってこい。膨大な数って、これが典型なのである。最近出番の少ないアプリが、俺にすごいプレッシャーをかけてくる。ごめんね、石を持ってる。長押ししてと。池尾寺加工アプリだからな。そのシュークリーム一口ちょうだい。さ、7割も。良いセンスしてんな。こりゃクリーム持ってかれたな。おかんマジシャンと不倫してるな。なぜわかった？マジシャンから種を仕込まれた。おわた、うまいな。いや、なぜわかった。兄弟できてよかったね。おみくじの比率、大吉 22.9%、大凶寺 1.64%、腕が抜けない人 0.02%。わろた、どんまい。幸先悪いな。つかみ取りコーナーかよ。包帯マン、怪我をした人を見るとすぐに、とどめを刺して楽にする優しい人。へぇ、
惜しいな。楽にはなるけど。ネウロに出る魔界の住人ならいい人。猫の手を借りたら、思いのほか優秀だった。うまそう、天才か。猫のがうまいです。うちの専属シェフになりませんか。出番の少ない仮面ライダー2号を再利用して作りました。再利用って、SDGs か。ナイスボッシュ。果たして自我はあるのだろうか。名字ランキング、1位佐藤、12位山田、999位。銀河鉄道。奇跡、なぜ。意外といるのね。ギガ、ってと。犯人の特徴は汗かきです。お前や、自白かい。動揺しすぎぜ。現行犯で逮捕します。かき、筆。ああ、穴おかし。PPAP。我、かきも来たり蹴り。我、筆も来たり蹴り。ふん、かき筆。文字認証の難易度が高い。むず、井上。DIXE。これはグーグル。誰がゴーヤにええ感じで納豆をまぶして刺身のつまファッサー添えてみましたみたいなやつやねん。まんまや、おうてるやん。じゃあなんだよ。ツッコみたくてうずうずしてるやん。パパ、私赤組だよ。パパ、家族会議や。ママの雷が。ちょっと職員室へ。勇気がある人というのは心の落ち着きが姿に現れているものです。落書きって呼んだ人、落ち着いて。やられた、バレてる。なぜわかった？血を入れてくれ。逆になんだと思います？病名。腹立つ、コンパか。聞くなや、尿管結石に一票。腕かと思った。え、違うんか。入っているかと。大胆やなあれ。とりあえず俺を貼っときますね。なんで、なんでだよ。何の処置なの？きっとカットが良かった。古くなったマンションの葉っぱ作業がスタートしたところで引きこもりの長男の存在を思い出した。あ、やっちまった。学校は大事だった。おかんちょっと笑てるやん。目測を誤り、コンテナで右足の小指を負傷。開いた、武器。カブト棒立ち。そしてビクともしないコンテナ。桃色グローバル Z。 お、グローバルやな。ピンクに一票。6人足して Z カップてか。おお、味噌か。そうだ、もう年末か。笑ってしまった。花丸気じゃないだと。膝がどっちも S 極。反発、大変そう。長打の秘訣。S 極で O 脚なのか。旦那が吉田沙織に一撃で倒された。マジか、そんな。ここまで来たか。いざ決戦の時。父、親、家、少ない。感じ悪い。悪いな、並びが。悪意があるな。これは制作者が悪い。くしゃみで手品の種全部出た。とほほ、なくなって。種それだけか。一斉に客いなくなったな。反り具合反発力ともに文句なし。ただ、周りのファサファサが安っぽいのが気になった。装着感が良かった分残念でした。厳しい、ファサファサ。写りが怖いぞ。レビュー参考になります。最初の一撃で桃太郎の首が飛んでった。は？終わった。北米版か。桃太郎それで倒したつもりかい。滑りすぎてアプリ側からアンインストールしてきた。何？やだよ。本当にありそうで怖い。道理で薄くなってきたと思った。小型ヘリの頃から可愛がってるヘリが帰ってきた。お、逃げて。感動の再会。これが最後の写真か。ギャグが面白ければ許してくれる先生。なんで遅刻したんだ？あなた。シャリに乗り遅れました。絶妙、これ好き。わかりやすいな。ボケれる関係性がまた良いな。家に食われるふりをして、休日を過ごす。暇人、今度やってみよう。誰向けのアピールだよ。本人が満足してるならよし。昆虫人間の見分け方。ピザって10回言わせた後にじゃあここは？と聞くと不死って答える。合ってる、拙速だもんな。ピザって言わせた意味。よかったこれで見分けれる。毎日毎日でっかい六角ネジをスパナでキッツキツに締めては緩めるように強要されて辛い。拷問、それは辛い。律儀に従うのか。おらー、さっさと締めろ。玄関開けたら砂糖のご飯。チャック開けたら砂糖の股間。ノーパン、なぜ開けた？テンポいい。そりゃそうよ。
鉄腕と友の縮小図。いいね、飛びすぎ。懐かしいな。確かにこのくらい動いてるわ。大丈夫です。次の狩りまでには間に合わせます。自分、ハンターさんたちの笑顔、好きですから。泣ける、こんなことが。知らずにボコボコと。フルフルだフルフルしとる。脈、測りまーす。今、ノーファール。測り方優しい。白血球と赤血球みたい。柿の種いります？ちゃうて、惜しいな。動作は完璧。グルコサミンで十分ですよ。あ、やべ、天中に、出ちゃった。シュークリーム食べるのが下手。わろた、下手くそや。強く持ちすぎ。何もそんな下で食わんでも。科学の進歩は同時にあらゆる弊害を生む。科学者みんな井戸に落ちればいい。シュール、クラブか。お前が落ちんのかい？また一つ科学が進歩したわけだ。こいって言うから。チャリできた。ブハ、まさかの。まんまやんけ。これぞ笑いの基本形。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。